はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の円周角の定理丸2をお送りします。で、前回ね、円周角の定理始まって、まあ、中学校でやったからってことで問題演習やったんですけど、まあ、普通にねポイントなしで、で今回は、円周角の定理の逆ですね。まあ、高校のがっつりここの内容なんですけど、それを一問証明問題やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひこの問題、動画止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、証明問題っていうこともあってね、ちょっと問題文が長いので、まあ、図は書いてあるんですけど、一応確認していきます。まあ、どういう状態なのかっていうのをね。で、右の図で L、M、N、3箇所ありますね。で、これが円に内接する四角形、ね、ABCD が内接してると。それの辺 AB、BC、AD の中点だと言ってます。なので、まあ、書き込むんだったらね、ここが中点なんで同じ、ちょっとちっちゃく書くよ。これいっぱい書き込むんで、この後ね。同じ、よいしょ。同じと。まあ、全部それぞれ中点だよと。で、ML と DA の交点。ML 伸ばしてね、直線なんで伸ばしたのと DA 伸ばした交点が P。で、NL、ここと、CB、ここの伸ばした交点が Q であると。で、こっからですね、この時、4点 MNPQ が一つの円周上にあることを証明しようっていう問題。で、まあ、同一円周ですね。同一の周上にあるときなので、証明の仕方は何通りかあるんですが、今回は最初にも言ったように、円周角の定理の逆を狙っていきます。で、つまり、これ、一つの円周上にあるってどういうことかっていうと、この4点が、こう、円があって、その円周上にあるよっていう。で、これ絶対書ける自信がないんで書かないですけど、ここね、MNPQ が一つの円周上にある。で、それを証明したいんです。で、円周角の定理前回やりましたけど、例えば、まあ、今回狙うのはそこなんだけど、ここの角度、まあ、PNQ って考えようか。ここと QMP。ここの角度が同じっていうことができれば、この円周があるって考えたときに、PQ スタートで円周角が同じになるから、それさえ言えれば、この4点、一つの円周上にあるっていうことができるんです。だからもちろんこっちで狙ってもいいの。こことここが同じって言っても同じ。いい ?OK。ここに補助線引いて、補助線引いて、こことこことかでも大丈夫。でも今回狙うのはそこの証ね、丸をつけたその2点が、あと2つの角度が同じってことを狙っていきます。で、どうやって狙うか。これね、補助線がっつり使うんですけど、まず、三角形。あ、曲がっちゃった。切れてしまったね。ABC と。ここね。こっからちょっと考えていきます。三角形 ABC。で、どうやっていくかっていうと、このね、三角形 ABC において、今、L と M っていうのは、それぞれ AB、BC の中点になってるでしょ。なので、正解しようか。L、M は、AB、BC の中点より何が言えるかって、LM 平行 AC が言えることができます。こいつとこいつ AC が平行なんです。そこ中点だと。で、これも昔やった中点連結定理のとこなんですけど、ちょっと三角形横になってるんで起こしますね。例えば、三角形があります。で、それぞれ屋根の部分、中点を打ちます。ここ。ここ中点。こっちも中点。引きます。これ絶対平行になります。そう。これ以前やってるからね、もうね。で、それを使ってる。それも横にちょっとなってますけど。だから、それぞれの中点になってるので、LM、そして AC は平行。で、平行っていうことは、この元々丸ですけどさ、ここね。ここと、ここ。今ちょっと印したら変えとこうか、ここ。ちょっと待ってね。この×とこの×は同じだよね。同位角だから。だから、これを書いて、よって、ここの角度行きたいから、どうしようか。LMB にしとこうか。角、LMB イコール、こっち。
ACB、 これ番号をつけておきます。これが同じっていうことが言えました。同位角だからね。で次もう一個三角形いきます。同様にでどこの三角形攻めるかっていうと、ちょっと色変えようか。今度は BD、 ここに線を引いて、よいしょ、三角形 ABD で考えてください。ちょっとごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですけど、で三角形 ABD についても同様に考えると、もちろんこうやって書いてもいいんですけど、この ABD、 ここ中点、ここ中点だからやっぱり LN と BD が平行になります。ちょっとそっち青で書いてるけど、正面は全部色赤にしますね。だから LN 平行 BD が成り立つと。ってことは同位角だから、右肩ごめんね、この三角とこの三角は同じです。ここ平行だから、あの三角2個は同位角だからね。つまりよって、LNA にしようか、角 LNA 三角のとこね、イコール右の三角、BDA か、これは同じになりますと。これ2番つけておいてください。で、こっからどうするか。結局は、ここの丸と丸が同じか言いたいね。そこを持っていきたいから、今、三角三角、バツバツは持ってきたの。で、どうするかって、こことここが同じってことがあります。これすぐ言えるんです、実は。で、なんでかっていうと、これ、もともとね、円があるじゃないですか。A と B をスタートって考えたら、この三角もこのバツも円周角だよね、ただに。AB から P って出てるし、こっちも AB から P って出てる。なのでこれ下ちょっと厳しそうだよね。右行こうか。円周角の定理より、その三角2個が同じなので、まあ順番下から出てきたから角 ACB 行こうか先に。まあそんな細かくね気にしなくていいですけど、角 ACB、 こっちの×と上の三角、角 BDA は同じだよと。まだちょっとね、素直に円周角の定理だから。ってことは1番2番3番使えば、ここ一緒、ここ一緒、ここ一緒になったから、ここも一緒だよね。最初に欲しかった丸と丸も。だから123よりこことここ一緒だから、こうか、角 LMB イコール LNA、 ここがこの×と三角ね、 LNA が一緒ってことが言えます。で結局最初にも言ったように、この2つの丸が同じってことが言えれば、あ、同一円周上じゃないですかってことなのでいいんですけど、今 LMB と LNA、 ここのね、この中身の、なんだ、文字を使っちゃってるんで、証明するんだったらこっちの方がいいんだよね。PMQ。こっち。ちゃんと P と Q を使ってほしい。と、QNP。って書いてほしいので、まあこれ同じことなんだよ。同じ角度のことなんだけど、よって書き直して、LMB どっちだ？こっちのことか。なので、まあ PMQ にしようか。角、PMQ、イコール、こっちだから、じゃあ QNP にしようか。客じゃない、角ね。QNP と。一番欲しかった丸2個が同じっていうことができましたと。で、これで終わりって書きたいんですけど、最後、言葉大事なことがあって、よいしょ、じゃあですね、最後いくか。また、これ書き方、さっきのでいいか。2点。MN、今ね、使った MN あるじゃないですか。MN は、直線か。これちょっと言葉の意味は後で説明します。大事なことなんでね。直線 PQ について、同じ側にあるのでっていう、これがすっごく大事。
あるので、だから 4.MNPQ は一つの演習所にあるよと、あるので、よいしょ、P かじゃ M からだった、よいしょ、 MNPQ は一つの演習場にある、終了と、こうなります。これで一応証明は終了ね。でどういうことかっていうと、今、まあ、演習区同じだからいいじゃないですかって感じもするんだけど、もしで、ね、これ前回の演習区の時は説明しなかったんですが、じゃあ一応合わせる、まあどうしようかな、選手、前回やったように下に PQ スタート地点持ってこようか。ここにスタート地点があるとします。その時、まあ、説明したようにスタート地点が同じであれば円周角が同じになるんだよね、必ず。でこの円周角、ここね、とこの円周角が同じになります。もちろんこれも同じになる、3つとも。けれど同じスタートだからといって反対側に持ってきてしまったら、もちろん角度は変わるんです。大事なことはこのスタート地点で、今だと PQ にしようか、こっから同じ側ね、こことこことここは同じ側にある、こっち反対側だから、いい。でその一言が必要なの、ちゃんと図を見て PQ から見て M と N は同じ側にありますよって、こう円があるときに、だから 4.MNPQ は一つの円周にあるよってことが言えるので、だから必ずこの一言を添える、減点食らうから、もしくは罰を食らうから、これがないと。なので、あ、そういうことなんだと思ってもらえたら嬉しいです。では今回は高校数学数 A の円周角の定理丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回が、円に内接する四角形だね。中学の時はさらっとやってしまったんですけど、ちょっとまたそれをね取り上げてやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。